切り替えてね。はい、では、本田さんの一昨日の試合見ていきます。なんか本田さんが結構いい仕掛けというかあったっぽいので、はい。ちょっとね、一昨日僕お休みしちゃって申し訳なかったですね。まあ、本田さんが出てたとかはね、ちょっと知らなかったので、まあ、本田さん出てたらね、無理くりやったかもしれないですけどね。ただちょっと、うん、まあ普通にちょっと気が乗らなくてね。まああんまり気が乗らない時に無理くりやると、それこそ本当に配信が嫌になっちゃうとか、M リーグ検討嫌になっちゃったらって思って、まあ自分が一定以上やる気がない時はまあ休んでいいかなってちょっと最近思ってたから、はい、ちょっと休みました。はい、じゃあ行きましょう。はい、じゃあ、とにかく本田さん、親でドラが EP、ナイス。いいハイパイ来たね。こんなものもう泣いていくだけの簡単な話だもの。逆に簡単こんなもん。全部泣くだけ。え、何が出る？何が出るかな？何を弾くかな？たたたたんたんたた、古いよ、これ。ご機嫌ようはさすがに。終わっちゃったもんね、ご機嫌ようね。小坂井和樹のご機嫌ようが。うん。はい、発ポンして、チュンキル。はい。あ、神茶が大井さんだから。ああ、そういうことか。大井さん絞るんだ。そういうイメージだってこと？はい、ウーマン引いた、イーマン切る。なんもないやっけ、これ。スーマン引いた、サンマン切る。なんもないやっけ、これ。なんもないよ。もう一人でやっといてくれ、これ。俺なしで。あ、ドラ出てっちゃった。悲しい。はい。はい、上がっていく。はい、2900ナイス。はい、上で連チャンして、次も、まあまあまあ、普通の手足ね。はい、普通に行こう。酸素ギター、ペイ切る。白切る。赤引いた。まあ、9万9層どっち切ろうかなって感じ。一通になることあんのか？他の安全度、危険度。うん、まぁ、あ、ちょっと手早いんで9万チーマン、いやちゃうかこれ。一応赤引いたからドラドラあるのか。候補としては9万イーソー9層。面前視野に入れてくなら9万だけど、まあ、かなり泣きっていう感じ、親だもんな。で、9層が安全度高いから、形的には9層かなと思ったけど、イーソーにするわ。想像が奇数しかない、ほんとだ。うん。そうそう、イーソー行くわ。もう全泣きなんで、これ。親で赤赤。急走はね、やっぱ、いや、急走はやっぱり、トイメン神茶の守備に残したいんで、イーソーにします、俺。で、9万切っちゃうと結局、一手進んだ時に、9万の後チーマン出てちゃうんで、イーソーで、単位を見てくって感じにしようかな。はい。じゃあ、そんな感じにしますね。まあいいよ。これでも。一通は厳しい。うん。パーソー一枚切れ。てか、一枚切れでは別に。一枚切れは別にいいけど、こんなんはだってむしろ、トイメンがパーソー持ってないわけだし。この一枚切れでパーソーがいい悪いはないけど、単純に一通自体は厳しそうだよね。うん。それはそうだ。はい、じゃあそんな感じにしましょう。はい、まあ、一応俺言いそうにします。で、まあ、本田さんは言いそう切らんわ。さすがにこれで言いそう切ったらビビる、普通に。うん、でも、まあ、一応俺はそれでも全泣きで。とりあえずはでも、その、大井さんが絞る人なのかが俺わかんないから、まあ、大井さんが過度に絞る人だったら、こういうので全力で行くってのはマイナスになるよね。それこそだから俺がいつも言ってる、もし自分が M リーグ出たら、打ち方変えますかとかさ、よくリスナー言うけど、それによって一番大きなのが、明らかに絞ってくる人が上茶に座るとか、フリーだとあんまりないけど、そんなね。でもそういうのが、もしあるなら、そういう人の下茶に座った時だけは、急所以外はあんまり仕掛けないとかね。まあ、逆に言ったら、ブラフで仕掛けれるけどさ、神茶殺せるからさ、そんなんで。うん。だからあるけど、いろいろ使いようはあるけど、絞るならね。うん。赤の絞る、あるんだ。うん、まあ、いいや。まあ、一応これでは、そう言ってもしゃあないから、もう。うん。まあ、一応そんな感じで、フラットに見ていきましょう。まあ、神茶が角に絞る人がどうかちょっとわかんないでね。大井さん何してるんこれ。いや、それは国しかチートやってんだよ。確かにね。はい。まあ、大井さん、じゃあ手配だけ見ますか。はい、じゃあ行きます。まあ、一応俺は言いそうにしました。おいマジか。え、マジか、これ。いや、これすんのやばいな。
やっぱ9走とか9万手かけるもんな。ええー。こっからいい走切れんぞ、なかなか統一ほぐしは。これ普通にびっくりした。もう絶対、もう俺多分ね、これがと、賭博だったら俺全部かけて破産してる今。本田さんがイーソー切るか切らないで、オッズが2倍だったら、イーソー切らない方に全額ベットして多分今破産してるわ俺。放心状態でもう、夜散歩してるわもん。そうそうそう、パッと見やっぱ9走9万打っちゃうから、やっぱちょっとスリムにしながら、9走9万で、どっちか切るんだけど、マジか。まあもちろんね、別にまあ、ね、それが正解ってわけじゃないんでね。うん、別にまあ俺のことをね好きな人ばっかりじゃないと思うんで、見てる人ね、うん、なんか言いそう切ったから正解、俺も言いそうって言った、本田さんも言いそうって言った、だからね絶対これが正解とかね、まあそういうわけじゃないので、ね、やっぱ M リーグはね絞ってくる人いるから変わるからね。うん、ドラがいいピンだからな。でもただドラがいいピンだから大井さんもそんなに露骨に絞らないかもしれないけどな。まあ、国士みたいなことやってるからな。一個泣いちゃったらもう絞るってありえるよな。まあでも普通は、大井さんの立場だと、別に、泣かしても別に、そんな関係ないから、ドラもいいピンだしね。たまたまドラドラ入ってるけど、別に本田さん2900でも泣くし、別に自分が大井さんの席座ってるからって、うわ、親仕掛けた、親に絞らなきゃって、そんなん絶対やらんけど、まあ一応やる人もいるんで、うん。こんなトンパツで親に絞るとか関係ないから。まあ、ただ一応そういうやる人がいると厳しくはなってくるから、そこを加味すると難しいって感じ。ああ、チートイが近いわけでもないけど。まあね、チートイが近いわけでもないけど、やっぱりね、出た瞬間泣いちゃうんでね、神茶も何かもう切りそうだし、今にもね。神茶が何か、数層、老層、数ピンとか切って、リャンマンとか泣くっていうような感じなんでね。まあ一応、そんな感じでした。まあ一応俺はその感じ、うん。何になるんですか？焼く？それ単葉。めちゃ単葉やん、もう見るからに。はい、じゃあ行こうか。すずをチーして。で、9万切る。はい？何しろこれ。9万しかねえだろ。仕掛けるならちゃんとやれや。イーソーは下茶に安全。急走は遠い目に安全。9万しかねえやん、初業で。何しろこれ。せっかく急来たのに。全部台無しだ、この。まあ、しょう。9万で。K 点ってないし、こんな。カンパーマン使って K 点もないし。いや、そらそら、だって9万しかないもん、だってこんな。これが、2列目後半とか、まあ、こんな程度で2列目後半ならないけど、これで2列目後半だったらやばいけど、一応そうだったらあるけどね。それだったらそれこそもうウーピンとか切って K 点ってあるけど、こんな順目でやっぱ下茶遠い目の早いリーチ警戒しかねえだろうな。うん、はい、3ピンヒットは9万切る。うん、絶対9万使えない。そうそうそう、9万よかったね。次の順に9万切ったらロンだったわ、遠い目に。危な。トイメンにこれ、切り遅れてて、トイメンに補充してたら、もうこれ、除名だな、もう。NG 入れるしかねえわ。こんな9万残して振ったら。ああ、危ない、危ない。よかった、1時前に切っといて。危ねえ、これ。はい、じゃあ行こうか。はい、ただトイメンの顔も、濃いなあ。まあ、ただ自分、親だしな。まあ、ドラドラあるし。まあ、行きましょう。はい、とりあえず、ペイ急走は、急走から切る。うん、オッケーオッケー。じゃあ行きましょう。コメント黄色じゃなくなっちゃう。実はこのコメント黄色はね、イエローカードかもしんないからね。昔やってたから、ニコ生の時に。うん。なんか、鬱陶しいやつは、コメントイエローカードつって、イエローにしてってたから、レッドにして。で、もう警告過ぎたら、もう退場。NG。あ、違うけど、本田さん違うけど。普通に雷電色だけど。はい、じゃあ行きましょう。ウーピン引いたナイス。はい、ペイ切る。何切る？急走切る。いや、大丈夫、大丈夫、みんなは。
そんなんならないから。チーソーキル。ってことはスパチャって、どういうこと？あ、スパチャがレッドか。ほんとだ。ややこしいな。ここでイシャンテンか。イーピンギリリーチだけど、あ、ドラか。よかった。ドラギリーチならいいわ。うん。じゃ一瞬ね、ドラじゃなかったら、リャンピンなんか嫌じゃねえと思ったけど、ドラならいいわ。あ、ドラじゃない。ドラがイーピンならいいわ。リャンピンは切れるわ。はい。じゃあ、とりあえずチーマン切っとけばいいか。とは言っても別にリャンマンから切らなくても、とりあえずチーマン切っとく。うん。おーい！おい！これ、これいい！これよ！これよ、クイタンの良さは。ナイス！おーい！偽オロスモーか。あー、ヒューマンがなければな。ヒューマンがなければな。ジャンボリミッキー踊ってたんだけどな。はあ。ヒューマン切ってるからダメだ。うん。ジャンボリはなし。はい、次。はい、偽オロがっていく。はい、とりあえず、シャーペ切ってく。あ、見てゾクゾクした。いやー、よかったね、今の。あ、一応メモっとくか。あ、いや、ちょっと誰か覚えといて、これ。うん、もし俺が、体壊して入院してて、うん、あの時の本田さんの、もう一回見たいとか言うかもしれないから、そうしたらちょっと教えて。12月14日ね。1214。1214。バレンタインの2ヶ月前。バレンタイン2ヶ月後に迫った12月14日に起きた私へのプレゼント。早いバレンタインプレゼントが、って覚えよう。よし、覚えた。はい、次行こう。クイタン記念日。そう。リーチ早いよ。何しとんねん。人が楽しくやってんのに。マジか。とりあえず、キューピン、消去法でもうキューピンしかない。本田さんおるよ、いつも。どこからともなく湧き出てくる。はい、じゃあ行こうか。はい、まあもうこれはもうちょっときついんで、はい、3ピン来てもベタ折り。はい、横移動していくないっす。はい。とにかくペイチャドラガーシャ。アベマズリーチ、そう、アベマズリーチ来た。あ、死曲の一曲みたいにサムネで動画作る。ちょっとアノニマスさんサムネ作っといてじゃ。うん、こんな配信見とらんと。うん、ちょっと俺サムネ作るのちょっとめんどくさいんで。あ、ヒントないので無視。いや、俺これ無視ないな。手がきついかな。てか、9ピン切ってもそんな崩れてないしな。あ、3ピン切りか。あー。いや。俺もこれなぁ、ちょっとシャンテン数的には、まあ、今みたいな横移動することもあるしな。苦しいけども、3ピン切って中筋ローピンローピンで、3ピンローピンローピンの3枚で耐えきるかな。まあ、M リーグだと愚形リーチも少ないしね。ローピンも、まあ、まあでもドロソバカはドローピン。まあまあ一応3ピンローピンローピンで、まあ、どうにかしようかな。うん。今日の M リーグ見て、アベマをアンインストールって、おい。なんでやの。今日そんなダメだった？はい、まあ、まあいいでしょう。まあそういうのもいいよね。全然いいと思う。手配が違えばね。リーチ、早いから無視してってのも全然いい。うん。はい、じゃあ行きましょう。ペーチャドラガー、シャ。うん、まあまあまあ。赤赤なら押せる。うん、まあそうですね。はい、じゃあ、まあこれも、いいんで。はい、リアンマン切る。まあ、あとはもう吐く出て泣くっていう、そんだけの話。シャ頼むぞ。おーい、ナイス。シャア切ってく、ナイス。トップ目だし。ドラいらない、ナイス。キューピン切る。ハクポンする。うん、いいね。はい、もういい。はい。は？何層から来とんねん。3層から出や、こんなもん。本罪なんて泣き手だから。親の筋ってこと？いらんのもう酸素でやんの。こんなん言いそうから丁寧に切らんでいいこの。ポン剤できた瞬間ポン剤でいいから、数層引いても別にいらん。いらんというか、いらんことはないけど、数層引いたら使うけど、数層引く可能性そもそもなんで、
数走引いたとしても別にそんなめちゃくちゃ嬉しいわけじゃないから、もう3走でもう泣いたら細かい手順やってくださいちゃんと。さっきの9万もそうだけど、うん、まあね、うん、そこがね、ローピン切りダメですか、うん、もうトップ目だからいいよ、普通にまっすぐ行っちゃえば、うん、曲流し曲流しで、こんなもん M リーグ相手だろ、女もちんたらちんたらやかいも泣かないようなメンツだろ、全曲上がってるよ女も、麻雀全曲上がれば勝てるからね、うん、親なら連チャンする、うん、無限に上がったらいいよ、はい、はい、じゃあいきます、リーチ入った、あ、まあこれはな、これこそが安牌ないからってやつだな、自分泣き手だしいいシャンテンだし、これこそ安牌ないからもう生きるね、はい、チーピン切る、はあ、こんなもんどうすんのこれ、ね、馬来ても次振るやろこんなもん、何もなしで何したのこれ、チーピンで、チーピン切るぐらいしかない、そうそうそう、うん、トイメンにチーピンが当たってた時だけナイス言うわ、結果論で、結果論ナイス言うわ、はい、トイメンに対してチーピンがなんとじゃん、はい、はい、いきます、はい、当たってなかった、はい、うまん来て、いやきついきつい、もう何もないやんけこんなもん、うわ、トイメンに振った、パーソーで、あ、お疲れ、はい、降りてるからそうなる、はい、はい、いやでもまあこれ、まあ実際言うとチーピン切っててもチーピンの代わりにウーマンがあるだけでしょ、うん、結果変わらずか、うん、うん、そうだよな、確かに、いや俺も第一印象パーソーパーソーって思ったけど、なんでこれ一致したんだろう、うん、泣いた時の5ブロックシビアはヨーテルさんも言ってた、あ、ほんと、うん、そうだね、それはもう絶対そうした方がいい、うん、確かに、親に対して3層筋もあるか。なんで俺パーソーって言って、本田さんパーソー切ったんだろ、平然と。未来の記憶覗き見たんかな、俺。確かに逃げも筋だもんな、パーソーな。でもなんか俺もパーソー、はい、パーソーって思ったわ。てか、そもそもリャンマンだっていいしな。トイメンの現物だろ。てか、リャンマンだろ、普通に見たら。うん、やっぱ2件の無筋だからな、パーソーが。リャンマンしかねえわ、これ。リャンピンアンコトジとパーソー、いや、リャンマンしかねえわ、これ。うん。もう多分これはね、俺の中で 100% だわ。うん。ちょっと今、冷静に見たら。ちょっとなんかマジで、未来の記憶望みたく、なんで俺そんな一瞬で、やっぱ、2チャンスで親も老僧早いから、パーソーパーソーって言ったんだけど、そもそも M リーガーだったら先切りもあるし、うん。これマジで、多分リャンマンしかねえと思う。親の一発、そうそうそう、親の一発をあれしたんだけど、結局、パーソーが親に当たる可能性あるから、そうそう、チーソー2枚壁なんだけど、いや、これリャンマンだわ。多分デジタル的に期待値というか、曲収支で言ったらもうリャンマンしかないと思う。うん。そうそう、勝手に用意してきた。乗り移られたわ、本田さんに。うん。俺の筋よりこの現物？いや、うん、そうだな。やっぱ普通に1件の現物だな。多分 100% って言い切っていいぐらい。98%、95% いや、90% にしとこう。90% はリャンマンだと思う。それぐらい自信度あるわ。こっからの一番失点少ないのリャンマンだわ。うん。俺の中では 90%。うん。やっぱ親の一発って言ったって、筋の三層ってな、リャンピン三連打も二件リーチだからしなくていい。すぐ安牌増えるから。一件リーチはあるけど、うん。やっぱ普通に一件に対して完全に安牌切った方がいいんちゃうか。まあ一応そんな感じでしょうか。まあただあれか。M リーグだと、いや M リーグでも追っかけるよな、親はな。確かにな、ペンチャン外す人たちだもんな。三層側に通るってなら三層の方がいいな。うん、まあ確かに。三層あるな。ほんとだ。リャンマンか三層はちょっと、迷うとこではあるか。はい。じゃあそんな感じでいいや。うん。確かに。3層でもいいな。ごめんごめん。うん。3層。じゃあ6、4で、
俺の中の自信度ちょっと変えるわ。65% リャンマン、35% 三層にする。うん。M リーガーだとあんまペン三層こっから出てくることも少ないかもしれないしな。リャンピはない。うん。マジでゼロ。一件リーチだったらやるけど、二件リーチはすぐアンパイ増えるんで、下茶遠い面が無条件に切るから。うん、マジでやらんほうがいい。はい。ワンチャンスチーピン。なんかワンチャンスチーピンか。うん。いやごめん。ワンチャンスチーピンあるな。ちょっと変えるわ。33% リャンマンで、33% 三層で、33% チーピンにするわ。うん。少なくてもでもやっぱりパーソーはなさそうだな、マジでな。そうか。チーピンそうだな、確かにな。ああ、確かにチーピンでいいか。愚形も少ない M リーグの人。チーピン当たるなら一件か。あるな。めっちゃチーピンに由来だわ。うん。残り 1% は何しますか？残り 1% は本田さんを尊重してパーソーにしときます。うん、リャンマン来てる。はい、まあ、いいや。でもリャンマンをしたい。うん、リャンマン切りたくなるよね。まあ、いいや。ちょっとこれはまあ、そんな感じでいきましょう。はい。じゃあパーソー切って振ってしまった。そうな。あ、うらうらか、マジか。リーチチートイ。まあな。いや、まあ、そうだな。まあ、ここはちょっと俺もとっさに言ったんだけど、まあ、ちょっと、長考して、リャンマンチーピン3層の3択で言ってほしかったな。これ言ってえな、マジで。これマジか、これ。35,200 点から、まあ、まあ、まだトンニだけど、おい、トイメンに12,000ぶっ刺さるんか、いた。リーチチートイドラドラウララ。いた。痛い。そもそも3層から切っとけば一層切れた。ほんとだ。うん、確かに。そりゃその通りだな。ほんとだ。何しとんのこれ、3層が。麻雀の神怒ってるわ。ここだったな、すべては。ここで一層切ってるからこうなんだわ。うん。何しとんのこれ。うん。さっきの9万言ったじゃん、さっきの9万のとこで。仕掛けたらちね、細かくね、やらなあかんって。はい、前行きましょう。はい。じゃあ次。パンパンすぎた。うん。スーソービギナーって見ない方が雑に解いてるんだろう。ああ、まあね。はい。じゃあ行きましょう。はい。じゃあ、トーン3曲、シャーチャードラガ9ピン。はい。まあ、原点になっちゃったけど、落ち着いていこう。はい。本一は赤があるから見ない。普通に何切る。白髪か E ピンは E ピン切る。うん。イーソ切る。ドラは切らんから、白髪切る。はい、まあ、これはもう同じか。はい、で、ポンして、ワイオンリーチ何もなかったら一応の一枚だった。まあね、ローソー先切れるからね、それをどこまで評価するかだよな。だから俺も多分フリーの感覚だから、やっぱパーソーって俺も言ったしな。やっぱ親に対して、ローソー先切りで、ツーチャンスで、パーソー。で、やっぱ、俺も第一印象パーソーだったんだけどね。でもやっぱりちょっとね、多分なんかフリーっぽい感覚なんだよな。やっぱ先切りが普通にある M リーグだと、やっぱ親の普通にパーソー無筋だから、それこそダブロンで当たるかもしんないような範囲だから、あ、ダブロンねえのかってか。一件にしか当たらないとか言ったけど、ダブロンねえやん、そもそも。そうだな、ダブルでローンはされないんだ。まあいいや、それは。はい。二重もしのぐ。そうそう、二枚あるしね。はい。あ、三一の、あ、そっちか。三一の切り順。あー、いや。あ、まあ、それも、両面率高、まあ、ちょっとこれ先やっちゃおう。はい、これはもう普通にまっすぐ行くだけ。三枚いた、シャー切る。ローマ引いた、キューマ切る。三層引いた。まあ、冷静に、普通にキューピン切る。
チーソーパーソー切り。ジャン玉のクソぬるメンツだったらチーソーパーソー切る。まあちょっとおもろいけどな。リャムパーマンとキューピン短期もな。おもろいけど、まあ M リーグだとこっちでいいんじゃない。俺チーピン押して言った？あ、俺最近最初チーピンって言ったか。あれ、もうちょっとよくわかんなくなっちゃった。俺ごめん。過去の記憶すぐ消してってるからさ。ゴミ箱入れてすぐ完全にもうゴミ箱空にしてるから。俺最初チーピンって言ったか。あれ違うな。それトイメンの意見リーチでしょ。トイメンの意見リーチでチーピンって言ったんだっけ。そうそう。トイメンのリーチの瞬間チーピンって言ったけど。あ、ちょっと待って。リーチ入った。ん？リーチ一発目に？このスーピンなんていらんの。まあだから大丈夫ちゃう。渡辺さんの先切りは分かんないけど、ローピン3ピン切って手出し3回入ってるからいいやろ。こんなもんスーピンなんて安牌だもんな。もんスーピン、はい、まあただまあまあまあ、はい、まあベタ折りを選択、はい、はい、でベタ折り選択した。はい、ちょっともう一回見るか。俺チーピンって言った？あ、それはトイメンのリーチに対してだよね。ここのリーチに対してこのチーピンでしょ。うん、こっから抜いたらアンパイないからね。うん、これはチーピンって言った。明確に。うん。アンパイなさすぎてもうチーピン来て全中しかない。で、この二軒リーチに対してだから、これパーソーって言ったな。はい。まあ、そんな感じでした。フリーで、ご新規大学生にボコられてきても、若い子は好き。いや、なんかする。女の子じゃないよね。はい。TT さんお疲れ。あ、フリーの、普通のフリーも行くんだ。高いレートしか行かないと思うんです。はい。じゃあ行きます。うん。ナイスパーありがとうございます。はい。次の曲は、はい。トン3曲、シャーチャドラ、キューピンね。はい、普通に行きます。何キル。これは、E ピンキル。イーソーキル。ドラのキューピン。あ、これ見たわ。ごめん、ちょっと。普通にやってた。そうなの、これ見ました。はい、ごめんなさい。ちょっと普通に、わからんかった。ドラのキューピン弾いたらさすがにわかった。うん。なんか、今やったなと思って。はい、次。はい、トンさん曲一本バドラが、数万。ちょっと手配悪いな、これは。はい。はい、急須を切る。あ、これもなんから丁寧に。うん、まあこういうのはちょっと難しいですね。丁寧にいっちゃうのか、もう急須切っちゃうか。うん、まあ俺はもうちょっとやる気なさすぎて急須切っちゃうけど、まあ、いいと思います、こういうのは。はい。うん、ここで急速切っていく。はい、そうですね。はい。はい。もう、リャンピンでいいんじゃない？まあ、リャンピンがちょっとみんなに安全そうではあるけど、自敗の方が安全なんで、まあ、リャンピン、まあ、ドラさんあるからパンパンってことか。リャンピン引きすら見るってことか。確かにそうか。ちゃちゃちゃって飛ばしてたら、ドラさんになってんのか。ドラさんになったからリャンピン残しかいいか。ドラさんだもんな。リャンピン重なり。リャンピンはまあ、3ピン3ピン。そうだな。うん、ちょっとこれはいいや。点数も 22,200 点。トップ目でもないんで。こいつドラさんなの？これドラさん。まあ、ドラ2枚しか使えなそうだけど。まあ、わかんないけど、それはツモによって。うん。いや、どういうこと？ドラさんって言わずに赤さん、ドラドラ赤って言えってこと？いや、俺一緒にドラって言ってんの。うん。あ、チーした。ナイス。パンピンところ、リャンピン。あ、俺も思った。一瞬。うん。
うん、俺も思ったけど、まあ、いいよ、これは。そんな変わらんと思う。はい、じゃあまあ、もうちょっとか。ちょっときつい展開になってきたな。って、ラスまで落ちてるよ、気づいたら。はい、なんちゃドラチーマン。あ、2枚しか使えなそうに見えるからね。ああ、そういうことか。いや、単純にドラが3枚あるっていうのがでかいかな。うん、そう、確かに2枚しか使えなそうではあるけど、まあ、特別。ドラ2としてカウントするのもおかしいしね。はい。じゃあ、とにかく、うん、これはまあ普通の手なんで、まっすぐ行くだけ。吐く切る。うん。はい、まあ普通に行くだけ。チェ！なしたのこれ。まだトーン4だろ。チー出よ、こんなもん。どこに向かってんだ、こんなもん。面前でいけるか、こんなもんが。面前で行ったらなんか、関数ピンの愚形がやっぱりネックになってくるし。で、まあ、チーマン戻らだし、アカリマージャン。まあ、アカリマージャンって言うと、もうチーで。なんで、あんな今までなんか、結構ね、いいって、普通に泣きそうですよね。こんなんだって泣き派じゃなくても泣いてもいいよ。園田さんとかですら泣いたっていいよ。他の人だって泣く可能性あるよ。羽回中で頭ちんちん、おい。それ MD が馬鹿にしすぎだろ。そんなことはない、本田さんはいつでも冷静だから。これ見てびっくりした。うん、いや、だから、なんでここ泣いてないんだ。打点欲しいって言ってもさ、2万100点だからまだいいって全然。そうそうそう、園田さんでも泣くよな。うん。ですら。俺、ですらってその悪い意味で使ったんじゃない。何してんのこれ。そうそう、チーダー9万しかない。本田さん食らってたってどういうこと？まあ、いや、行きますか。もう、チーでいいよ。2000点でもいいよ、俺。うん。やっぱ、泣く泣かないじゃ、上がり率が違うし、段違いだしな。はい、まあ、チーが良かったかな。はい、ちょっともう無理だなこれ。無脱も続いた。無脱もしか来ないや。ウーピンヒーターもな、これも。もうなんかもう、ああ、まあ本田さんはイーピン切るけど、ウーマン切りってあるかな。先にウーマン切っちゃって K 点見る。 K 点リアンシャン点でもいいな。まあ、いっか。まあ、これはまあ、ほとんどの人が E ピン切るんで、もう、そのまま行こう。まあ、一応なんか、ウーマン引っ張ってなんかね、って言うんだけど、まあ、M リーグだと一応、今ウーマン切っても普通にダマで刺さる可能性あるんで、まあ、って言ってもまあ、下茶が全然、下茶が全然進んでないから、まあ、なんか、ウーマンひっついてゴタゴタして上がりっていうのがないから、あ、ウーマン切りって、ああ、わかる人いるんだ。ええー。それ嬉しいな。え、ウーマン切らないでしょ、E ピンでしょって、ほとんどの人言うかなと思ったけど。なんか、この後でさらに切りたくないから、なあ、もうここで、上がりはもうどうせないし、安全度高い E ピン残しながら、K 点だけ見て、ウーマン。うん。っていう感じで。3ピン？誰に警戒しとんの？うん。誰もテンパってねえ、この。てか、そもそもウーマンってな。下茶全然手進んでない。遠い目も中筋。上茶に対してだけだよな。上茶がダマでウーマン。まあまあまあ。まあ、それをどれぐらいまで見積もるかだな。まあ、一応もう俺は手牌コンパクトにして、安牌残すと同じで、自牌引いてウーマン切ると同じで、ウーマン切って、で、もう、K 点だけ見るって感じにした。はい。E ピン切るね。まあ、90% 以上の人が E ピン切るでしょう。え、どうするでしょうか。え？3ピン金だ。K 点は見てないってことね。わかりました。うん。ウーマンおらんたくやなーってなんかうまいコメントで入っていく。はい。中さんいらっしゃい。3ピン切ったらマジで K 点率低そうだけど。まあまあまあ。このメンツ見るは大井さんだけでいい。あ、そうか。了解です。あ、数ピンまたスルーしてた。あ、そうかそうか。2枚目の数ピン？
あ、たたたた。あー、まあ、そうだな。まあでも、ここら辺は難しいわ。スーピンチーして、アンパイもマジでないから。まあな。うん、まあ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 。まあ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 、リャンピン、E ピンが、まあいけるのか。まあ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 。まあ、リャンピンアンコーデでもどうにでもなるっていうのか、まあ、ちょっと、きついっていうのかな。はい。まあ、そうそう。さっきよりはするよりですね。はい。そうそうそう。はい。じゃあ今行きましょう。はい。んで、まあ、ここで、3ピン切ったと。3ピン切ったり、チャイと、はい、E ピンとか、なんか適当に。はい。まあ、これで完全に降りていく。あ、何をしたか。これで終わりか。はい。そんな感じでした。確かにそうっすね。数ピンチしなかったのはなんか、やっぱめちゃ急所だから、2000点でもいいしね。まあ赤使えばザンクになる可能性あるし、まあ、見たかったですね。久人さん高いって、久人さん高いか高いですかな、全くわからんね。はい。下茶の手配は？じゃん。メンタンピンドラドラ。高いね。はーい。じゃあそんな感じでした。関数と違いが良かった。うん。そうだね。はい。まあそんな感じでいいか。とりあえずトンババの動画ここで終わります。はい。ナイトクブザンクリもね、普通になりそうだね。うん。これダマならウーマン刺さる。あー、まあ、K 点で言って、それは出てる可能性あるよな。うん、たまたま手進んじゃったらね。うん、確かに。ここで3ピン来て、この後ウーマン。でもなんか3ピン来てる手順だからな。なんかウーマンで出なさそうだけど。ウーマン切る人はもう、まあ、E ピン切ってんじゃん。E ピン切った後に手進んでウーマンならあるけど、3ピン切った人はなんか手進んでウーマンがなんか手順的におかしいから、ダマでも出てなさそう。うん、そうそう。3ピン切りだから。うん。はい、まあじゃあそんな感じで。はい、本田さん、トンバ見てきました。はい、動画の人もお疲れ様でした。はい。あ、そうだね。コバゴーナンバに行きますか。じゃあ動画の人はお疲れ様でした。まあ、ただね、まあ、普通にトンパツの2000オール。まあ、とにかく、俺が記憶にメモった、12月14日、バレンタインデーの2ヶ月前に、本田さんからのね、2000オールプレゼント。まあ、9万切りだけ、あれ終わってたけど、あ、9万切らないだけ。うん。ただまあ、食いたんでね、あれを2000オールきっちり上がるのは、本田さんぐらいしかいないんで今ね、本当に嬉しかったです。いい上がりでした。はい。じゃあそんな感じでした。お疲れです。じゃあね、失礼します。